こんにちは。シャルルマーニャロイヤルです。進化ロイヤルにシャルルマーニャを採用した、そういう形かなとも思っています。シャルルマーニャの自動進化要素は無視してますからね。一番重要視している部分はプラス1ダメージの方で、それがあるとグリームニルのダメージが大きく変わってくるんです。5点と2点で7点が普通のダメージですけど、6点と3点で9点ダメージですからね。これは点と地ほどの差があります。そしてナハトの最大10ダメージ、セットで19点ダメージ、装填の運調も繋がれば20点以上の打点が見込めます。最強だね。まあできるのは 9PP 以降なので遅いんですけど、バリアと回復があるので生存能力は高めです。盤面も強いですからね。OTK の前に打点で勝てるなんて場合もあるかもしれません。まあシャルルマーニャを使いたかっただけなので、あんまり強くはありません。どうしても速度が出ないんですよね。ナハト自体は強いと思っているんですけど、ナハトと組み合わせて使えるカード、それが限られてくるというか、セットで使うにはどうしても遅くなっちゃうんですよね。あと1コストでも下がれば世界が変わるんですけど、どうにか能力変更で4コストにならないでしょうか？欲を言えば3コストです。今の環境速度ならそれでも許されませんか？私にはわかりません。ただ仮に4コストになった場合なんですけど、その場合ベイリオンとセットで 7PP で使えたり、8PP でリオードとセットで運用できたり、いろいろとリーサル速度が速くなるんですよね。あとは風剣使いとのセット。それが 8PP で20点ダメージになるかもしれない。それができれば最強だなって思うんですよね。あとはシンプルにナハト2枚で 8PP。ナハトで20点も夢じゃありません。だから5コストなんでしょうけど、8PP で OTK ならいい気がするんですけどね。ナハト2枚で全処理できるわけでもないですし。そうなればいいなーっていうお話です。勝率は結構いいのであんまり困ってはないんですけどね。一戦が長くなるのがめんどくさいなって思ってます。欲張りさんだね。極論双剣使い2枚で OTK ですし、学びやサーチ武装強化で 7PP 20点ですし、OTK したいなら手段はあるんですよね。モニカ武装強化でもそう、結構手段は豊富にあるんです。でもせっかくだしナハトで上がったい。そういう気持ちもあったりするんです。難しいね。自分が一番使っているカードをアッパーしてほしい。そういう欲張りな要望でした。あとは忘れてましたけど、エリカもいましたね。あれもインチキ火力を出せるカードですし、大義と大義でとんでもないことになります。そう考えると何でも揃ってますね。ただ OTK メインのクラスじゃないだけ。疾走連打でリーサルを狙うクラス。そういう感じなのかもしれません。多分ね。そしてそんなクラスが今何位にいるのかどうか。今回は見るのを忘れていたので確認してきます。だけど、やっぱり更新されてませんでした。能力変更の時から一切更新されてませんでしたし、また人が入れ替わっちゃったんでしょうか？地味に参考にしているので早めに更新してほしいなって思います。あとは JCG の優勝結果とかもありましたね。私の時間軸でもう開催されたんでしょうか？ちょっと確認して、きました。けど進化じゃなくて存在していたのは自然ロイヤルの方でした。ナハトは使われてないんですね。まあランクまで全く見かけませんし、そんな気はしてました。でもそれならそれで能力変更された時にワンチャンがある。そう思えればハッピーです。そして想像以上にランプドラゴンの持ち込みが多かったです。強いとは思ってましたけど競技シーンで使われるほど強いんですね。そこまでだとは思ってませんでした。ラスはネクロとかもね。まあまだ環境初期ですし、ここからまた色々と変わってくるんでしょう。多分ね。そんなこんなで対戦も終盤戦です。だいたい進化回数は達成できていて、意外と体力もキープできているので、あとはナハトを引くだけです。アーティファクトは差がつけないとたまにこうなりますよね。あとは潜伏処理にダインを使っちゃうとか、詰め込みすぎて出てこないなんてことがたまにあります。私もアディショナル前に使っていてそうなった記憶がうっすらありますね。意外と難しいですよね。アーティファクト実施って。我がマナを恐れ震えろ。それでお役立てください。
意味だ。怒りなさい。あがけばいい、あがけばいいわ。あがいてみせる。陰心なさり、意味だ。あがけばいい、あがけばいいわ。大したものだな。キンリアーレール。ということで進化ロイヤルでした。どうせ速度は出ないし、後ろに寄せつつ EP も温存しよう。そんな感じで組んだデッキになっています。おすすめはしません。競技シーンで結果を出してるのは自然ロイヤルっぽいですしね。でもまだまだ色々と模索していきます。最後ですしね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。